インテリアコーディネーター二次試験マルキ教材の紹介です。藍染め図の作図でお悩みの方へということで、藍染め図専用の三角定規のご紹介です。50分の1縮尺メモリって便利ですねということです。はい。ラクトリ式三角定規藍染め図早書き組の紹介です。こちらがその三角定規です。こちらの斜めのとこと、垂直ですね、この両方に、50分の1の縮尺メモリがついております。藍染め図で、壁から遠く離れた位置でも一瞬で高さが取れるということで非常に便利です。それからもう一つ、藍染めグリッドですね。このグリッドも大活躍です。藍染めグリッドに合わせて、水平垂直が一瞬で、確認できます。それでは早速作図の方を始めてみたいと思います。続きまして、ラクトレの藍染め図専用の早書きくんで藍染め図をちょっと書いてみたいと思います。この早書きくんには、ここに50分の1の、縮尺メモリがついております。でこちらにも、50分の1の縮尺メモリがついてるということと、物差しの中央部分に赤いひし形グリッドがついております。このグリッドと、グリッドの青いグリッドを、見ながら垂直を、確認して垂線を引くということができるような、形になっております。で、これを使いまして、ベトの藍染めを描いてみたいと思います。一応先ほどと同じように 1m と 2m ということで、ベッドのコーナーですね、を、プロットします。で、早書きくんの方は寸法を壁に聞きに行く必要はなくて、この点、壁から離れた位置でダイレクトに寸法が取れます。ということで、グリッドを確認しながら、赤い線と青い線、これが平行になるという位置で、三角定規を固定しますということです。で、高さが、400ということなので、物差しで寸法を取るということで、ここの位置が、高さになるということになります。ですからダイレクトにもう、ベッドの端が、かけるということになります。同様に反対側のところも400ということなので、ここから寸法を取ると。それで壁から行くには逆にこちらから行くというような感じになりますね。で、この位置から、壁に向かって、線を伸ばすということになります。同様に垂線を確認して、ここからここに、伸ばすと。で、こことこの点を結ぶと。いうことで、ベッドの高さ400の高さが書けるということになります。では最後に、早書きくんの、購入方法について、説明したいと思います。ラクトレ建築資格スクールのホームページに、ネットショップを開設してありますので、そちらの方で、購入いただければと思います。これがラクトレ建築資格スクールのホームページのトップ画面です。そこに、こういうふうに青色でラクトレネットショップというボタンがありますので、これをクリックしていただいて、こういう画面に行きますので、そこの方から三角定規の購入をよろしくお願いいたします。ということで、ご清聴ありがとうございました。この三角定規を活用されて、楽に楽しく二次試験を合格されることを、望んでおります。はい、どうもありがとうございました。